ジオンの季節。千葉県のラジオネームミーミーさん、ジオンピョンこんばんは。もうすぐスイートチャリティーですね。ジオンピョンがミュージカルに出たいという夢を叶えられて本当に嬉しいです。頑張ってください。それとスイートチャリティーを記念にしてホットブック The First Stage の発売決定したんですね。本当におめでとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。いよいよ迫ってきましたね。あと2日です。そうなんです、ホットブックも発売されることになりましたよ。東京 FM からお送りしていますジオンの季節です。こんばんは、ジオンです。あさってですね。おお、あさってって言わないで。あー、もう緊張する。23日から、天王洲銀河劇場でブロードウェイミュージカル、スイートチャリティがいよいよ始まるんですよ。今回私が演じるのは主演のチャリティホープバレンタインですけど、物語はですね、そのチャリティの冒険っていうんですかね、チャリティの愛のその物語なんですけど、なんてなんか変な男たちばっかり会うんですよ。ちょっとあれ、今回はうまくいきそうだったのにまたうまくいけなかったみたいな、そんな感じがねたくさんあって、でもチャリティが最後にねどうやって立ち直るか、そういうのもね皆さん楽しみにしてほしいし、あと映画もあるので、舞台をもし見る前に機会があったら映画もちょっと見てほしいなとは思うんですけどね。今の自分の心境は、あーもう緊張してる、どうしよう、もっと練習したかったっていうのもあるし、あと2日っていうのがね、今回ね韓国からも家族も見に来てくれるし、友達もね、あと今まで一緒にお仕事した方たちもたくさん見に来てくれるから、もう全力で頑張りたいと思うんですけど、やっぱりね、でも考えないようにしないと、頑張る、皆さん。そしてですね、ミュージカル初日に、ホットブック The First Stage を、発売されることになったんですけど、東京都のラジオネーム太陽の小町さん、ホットブック The First Stage、発売おめでとうございます。これは初主演のミュージカルのスイートチャリティのレッスン風景を撮影したものなんですね。先日インスタでもアップされたんですけど、足を180度に開いているジオンピョンが衝撃的でした。昔からあんなに柔らかかったんですか？そうですね、今回のホットブックの内容は、今までそのバレエとかもレッスンしてて、そういう練習している風景もちょっと撮影したんですけど、今までどうなんだろう、なんかこういうレオタードみたいな、そのバレエのそういう形で撮ったことがないので、まだ自分もとっても新鮮だったし、あとその180度開脚、それは昔からできてなかったんですよ。今回こうやってバレエを始まることになってから、自分でずっと練習して開くようになったっていうか、まだでもちょっと硬いけどね、ちょっと頑張ったんですそれ撮影のためにでもずっと続けてやってるので、これからはもっとなんか簡単になれるようになったらいいなと思ってますよ。ミュージカル、あとホットブック、皆さんこれからね、あと2日後に始まるんですけど、全力で頑張ります。もう皆さんが舞台見て、そのフットブックを見て、もう楽しんで変えていただければそれだけで十分だと思いますよ。頑張ります。The girls at the ballroom would never believe me in a million years。お送りした曲は Sweet Charity の If My Friends Could See Me Now でした。Sweet Jion Charity。 さあ皆さん、今週はどんな一週間だった？今日から始まったこの企画 Sweet Jion Charity では、
あなたの1週間のニュースを大募集。いいことがあった人にはもっといいことがあるように、いいことがなかった人にはいいことが起こるように、私が愛のこもったスイートチャリティメッセージを送るわよ。大したニュースがない？嘘、あるはずでしょ。探して探して。例えばこんな感じ。埼玉県のラジオネームオレンジさん。私はよく電車を使うのですが、隣の人が寝ていて寄りかかってくることがあります。真ん中あたりに座っていると両方から寄りかかられることもあります。起こすわけにはいかないし、肩とかつっつくわけにもいかないし、どうしていいか分かりません。まだね、でもこの企画始まったばっかりだからニュースっぽい感じのメッセージにはなってないですけど、読んだ感じではオレンジさんにとってこう電車の中でね、隣の人が寄りかかってくるのは too bad な出来事みたいね。だからちょっとあ、今回ねこうやって英語もちょっと入れていこうと思うんだ。だから楽しみにしてね。そうだね、オレンジさん、これはちょっと too bad な話ですよね。私は どうなんだろう、あんまりこんな経験ないけど、でもほら、なんか嫌だから逃げるのかな、私は。なんかほら気まずいじゃん、本当にオレンジさんみたいに起こすわけにもいかないし、こうやってなんかね、だからどうしようもないから逃げるかな、こうやってちょっとうまく。でもどうですか、そんななんか皆さんよくあることなんですかね。でもそういう時になんか起こすのも変でしょ。だからそのままいる人もいない、なんかこう、あ、なんかどうしようもないからどうしようどうしようってそのままもう固くなってる人も絶対いそう。私そうなんですっていう人も絶対いそうなんですけど、まあでもいろんな人がいて、でもオレンジさんはそれがねどうすればいいかわからないってことなんですけど、だから私みたいにちょっと逃げればいいんじゃないですか。それかちょっと座らないようにする、わからないけど。あんま人いないとこ逃げる、あー難しいな。でもほらちょっとだけ体をほらちょっとひねったり、こうちょっと前にちょっと行ったら頼れる人がこうやってガタンってなって起きるんじゃないかなと思うんですけど、オレンジさん、まあ悩むことももうないと思うけどな、これどうなんだろうね。まあでもオレンジさん、勇気を出して1センチ体を前に動かしたら too bad な電車通学が more happy なトレインライフに変わるかもしれないわよ。オレンジ、オレンジ、運命のいたずら、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 いたずら。はい、これで大丈夫。では次。大阪府のラジオネームタガさん。最近クラブで忙しくて、疲れるのですが、なぜか眠れなくて夜更かししてしまいます。ジオンちゃん、ぐっすり寝れる方法何かありますか？ああ、疲れているのに寝れない、寝れないから夜更かしする。オーマイガー、夜更かし、それは too bad、 ダメダメ、不健康。ああ、私はですね、そっか、疲れるときよく寝れる人なんですけどね。でも日によってはほらちょっと最近暑かったり寒かったりしてなんか寝れなかった時もあるけど、でも私は結構一回寝ると深く寝れる人なんですよ。疲れた時はどうやって疲れを取れますか。でもクラブがほら何かによるんだけど、体をもし動かすクラブだったら、例えばベースボールとかなんか野球とかだったら、なんか寝る前にちょっとストレッチをしたり体をほぐしたり、それかなんかあったかい牛乳を飲んだらよく眠れるっていうんですけどね。あとは、あ、最近の人たち大事なのあれなんです、携帯を見ないこと。携帯ね、
絶対見ちゃうんでしょ、寝る前までね。私も見るけどさ、ちょっと人のこと言えないけど、ああそれがね一番私もダメだと思うんですよ。だからその1時間前にちょっと部屋を暗くして、なんかなんだろう、徐々に徐々にこう眠りのモードにするっていうか、携帯もちょっと見ないようにしてちょっと暗くしてっていうのがいいんじゃないかな。まあね、最近いろいろあるけど、なんかその頭の近くに玉ねぎを置いたらよく眠れるっていう噂もありますよ。噂っていうか私テレビで見たことがあるんだけど、本当かわかんないけど、やってみて。私はやったことないけど。タカさん、羊が1匹、羊が2匹、羊はもこもこ、布団もこもこ、もこもこ、柔らか柔らか、すやすや、今夜も一日お疲れ様でした。おやすみ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 。はい、これで大丈夫ね、タガさん。今夜はゆっくり寝てください。どうですか、新企画スイートジオンチャリティー、わかりましたか？まあちょっとわからなくても大丈夫だからね。とにかくほら、あなたの1週間のニュースをたくさん送ってください。だからこれからはですね、そのジオンの話だけじゃなくて、皆さんの話もちょっといろんなね話を聞きたいなと思うんですよ。だからジオンの季節のスタッフさんと皆さんの声をね一生懸命聞くっていうことになりましたよ。ジオンの話だけじゃなくて、だからねたくさん送ってね、皆さん、いいことがあった人にはもっといいことがありますように、いいことがなかった人にはもっといいことがね、起こるように、私が愛のこもったスイートチャリティメッセージを送りますよ。たくさんのニュースお待ちしてます。お送りした曲はレイディーガーガーのパーフェクトイルージョンでした。東京 FM からジオンがお送りしていますジオンの季節、最後にメッセージを紹介します。大阪府のラジオネーム、ドルフィンさん。私は今高校3年生の受験生です。私の将来の夢はイルカの調教師になることです。専門学校に合格できるように日々勉強に励んでます。ジオンプンはイルカ好きですか？イルカ大好きです。私夢見てたことがあって、そのイルカの調教師になるっていう、なんか映画でなんか見たことがあって、イルカと一緒に泳いでるそういうシーンがあって、あ素敵だなと思って、イルカとチューするじゃん、それが絶対したかったの。それはイルカのその調教師になればなるのかなと思ったんですけどね。その他にもいろいろあるよ。動物園で働きたかったし、でなんかみんなに餌あげたかった。でもドルフィンさん、イルカの調教師になれますよ。頑張って、夢は見るほどね、大きく大きく考える方がいいからね、頑張ってください。それでは次です。福岡県のラジオネーム、ゆりやさんからです。私とおばあちゃんは誕生日が一緒で、誕生日は今月です。今までは一緒にお祝いしたんですけど、今月でおばあちゃんは70歳になるのでサプライズをしたいと思います。もちろん手紙もあげるんですけど、サプライズはどんなことをしたらいいと思いますか？そうですね、70歳は古希といって、健康を願ってこう家族と集まってお家でゆっくりお祝いをしながら食事するっていうものなんですけど、韓国もそうなんですけど、まあそのおばあちゃんがやっぱりそういう風に家族みんなで集まってゆっくりお話しするのが一番楽しいんじゃないかな。それが一番のサプライズだと思いますよ。おめでとうございます。それでは皆さん、引き続きジオンの季節の番組サイトからメッセージお待ちしてます。それでは今夜はですね、好きな人がいることを聞きながらお別れしたいと思います。あとですね、皆さん先ほどねオープニングでも言ったんですけど、スイートチャリティ本当にあと2日です。
あの今回あの初めての舞台だし、まあ怖いです不安なんですってばっかり言ってたんですけど、本当はすごい楽しみです。自分もあの自分が今までずっと夢見ていたことで本当に楽しみです。あと本当にそのダンサーの皆さんやスタッフの皆さん、あとキャストの皆さん、本当に優しくて、もうなんか家族みたいになってるんですよ。だから皆さんとね素晴らしい舞台を作ったので、あと2日です。皆さんぜひ、遊びに来て楽しんでいただければなと思います。皆さんそれではまた来週水曜日6時15分にお会いしましょう。あ、舞台見てあの感想ねちゃんと送ってね皆さん。じゃあまた、ジオンでした。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私は先の返事もいっそしたい。